ラジオの和木直也君、はい、あゆさん自身が出演した映画の記者発表でギャラ泥棒こと佐々木希が座敷わらしこと阿部サダヲについてこんなこと言ってやがりました。お会いするまでにいろんな妄想があったんですけど、実際に会ってみるとイメージと違ってとても気さくな方でした。本当にいい人でよかったし、何回も大好きって言っちゃいました。は？おい、土下座のドバか。俺たちリスナーはな、上から目線でブサイク俳優を大好きとか言って自分の好感度を上げるやつが一番嫌いなんだよ。大体阿部サダヲといえばな、あはマナちゃんや福君のバーターだったにもかかわらず一つもブレイクしなかった国民的嫌われ者だぞ。お前も国民全員から嫌われて小向井美奈子みたいにさっさと脱ぎやがれ。ひどいひどい。阿部サダヲさん人気でしょ。そうでしょ。誰もブレイクして相当立つでしょ。そういうことです。ラジオの和木直也君、はい、あゆさん自身が出演した映画の記者発表でギャラ泥棒こと佐々木希が座敷わらしこと阿部サダヲについてこんなこと言ってやがりました。お会いするまでにいろんな妄想があったんですけど、実際に会ってみるとイメージと違ってとても気さくな方でした。本当にいい人でよかったし、何回も大好きって言っちゃいました。は？おい、